わかったわ。この機体で出撃ね。発進準備完了。オールグリーン。遠心カタパルト展開。作戦目標に向けて射出します。大気圏内への侵入に成功。直ちにレーダーサイトの破壊を開始してください。全てのレーダーサイトを破壊しないと市街地の正確な座標は探知できません。頑張ってくださいね。敵集団をレーダーエリア内に捕捉。直ちに迎撃あるいは回避を行ってください。
レーダーサイトの破壊を確認。ダメです、未だジャミング波は健在。地上に存在する他のレーダーサイトを破壊してください。に到達しました。戦闘データの転送開始。敵地上部隊の存在を確認。まず市街地内に存在する全ての敵基地を破壊してください。攻撃を受けると危険です。すべての敵基地の破壊を確認。敵地上部隊は撤退していきます。ミルキードールズのメンバーと思われる生体反応を確認しました。市外 S13。 で、ちょっとあんた、助けに来るなら来るってさ、ちゃんと教えといてくれよ。まったく、こんなところをファンにでも見られたら私の人気が片落ちじゃん。
それにしても随分と時間がかかったじゃないの。え？敵を倒すのに手間取ったって？男が言い訳なんてみっともないね。それより他のみんなは？そっか、救出されたのはリアトリスだけか。ま、とにかく他の3人もさっさと探してもらうわよ。私たちが無事に帰るのをファンが首を長くして待ってんだからね。君の働きによってミルキードールズ5人のうち2人までが救出された。そしてつい今しがたモーリー城から得た情報によれば、敵は航空兵力の拡充を進めているということだ。次の君の任務はこの航空兵力の選別だ。今後の作戦行動を容易にするためにも制空権の確保は不可欠だ。成功を祈る。大気圏上層部に突入後、高度を一定に保ってください。むやみに高度を変えると敵地対空ミサイルの格好の餌食になります。高度に注意し、敵航空部隊の全てを殲滅するのが今回の任務です。